じゃがいもは皮のまま茹でた方が美味しいですが、一つですので皮を剥いて茹でます。温かいうちに潰してしまいます。少し冷やしておきます。かぼちゃも皮を剥いて茹でます。野菜を茹でるとき、土の中のものは水から、土から上のものはお湯で茹でると言いますけど、かぼちゃはでんぷん質ですので、でんぷん質のものは水から茹でます。少し冷やしてから片栗粉を混ぜないと、あったかいうちに混ぜると片栗粉が固まります。ある程度冷えたので、片栗粉をちょっと多めに入れてよく練ります。焼いたり揚げたりするにはさほど気を使いませんけど、茹でる時には片栗粉の量が少なかったり練り方が足りなかったらほろけて溶けます。団子の硬さの目安はだいたいほっぺたぐらいの柔らかさです。あとは手で形を整えてもいいですし、もしくはサランラップと好きな大きさに伸ばして冷蔵庫で冷やします。
冷蔵庫で少し冷やします。ご飯で餅を作るときは裏ごしをすると大変ですので、まず軽く潰します。片栗粉、あとは手でこねます。こねるとき手を濡らしておくと手につきません。少し冷やします。あとは好みの厚さに切れば。火が通ったら一度冷やします。砂糖醤油作ります。今の時代には合わないかもしれないですけど、軽く2杯、と醤油を1、とろみが出るまで煮詰めます。と味の素、かつおだし、と醤油です。
野菜が何もなかったんで入れなかったですけど、ネギと豆腐を入れたら美味しいです。ご飯の餅は粘りがありますので、アレンジの好きな方はまだ少し温かいうちに、片栗粉です。気をつけないと下にくっつきますので、あまり力いっぱい押さえつけると下にひっつきます。ピザを作りますが、1回作るのに安いピザソースを買うよりはケチャップで十分美味しいです。もちもちとした新食感です。